ディズプロジェクト。どうもディズプロジェクト田中夏樹です。よろしくお願いします。はい、今日私がやるのはなんとマインクラフトポケットエディション初めてやっていきます。イエーイ。皆さんがこうゲーム実況をマイクラしていて、私も実はすごく気になってて、どんな風なんだろうと思ってやっとアプリをダウンロードすることができました。なので今日は初見で、マジの初見でマイクラやっていきたいと思います。よし、やるぞ。マインクラフトポケットエディション、 This is my true form。 プレイ。お、ニューだな。マイワールド、名前、ネーム。おほ、つけれるんだ。ひらがな。おっと、ひらがなダメなんだ。どうしようかな。じゃあ次、チア。うん、ダメ。うわ、ワールド。あ、ドゥ、あれ、ワールドってこうだっけ。 R か、R、L、D。 OK、 なっちゃんワールドでいきますね。あ、合ってる合ってる、よかった、スペル間違えると。ゲームモード、なんかサバイバルの方がなんか楽しそう。よし、クリエイトワールド。めっちゃ緊張する。おお、こんな感じなんだね。あ、なに、ここ、あ、丸が出てくね。これを動かせば、見渡せる？で、これを押すと、あ、いやいやいや、落ちた落ちた落ちた。あ、こんな感じね。おお、私は今何、森にいるのかな？林？で、こっちを、あ、上押せば前に進んで、下押せば後ろ進んで、じゃ真ん中なんだ。真ん中。お？お？揺れてる。何これ、ジャンプしてんのこれ。ピョンピョン。あ、なるほどね、ジャンプね。で、何この、上にあるハートがきっと HP だよね。で、何この下の点点点。お、もしや、あ、これ自分？なんかちょっと肌黒い、肌黒いね。もうちょっと肌白くしてあげたい。 You need to collect blocks to craft。 なんか何も持ってないね、本当に。で、じゃあ進んでみよう。おお、お、なるほどね。はぁ、お花畑。お花畑でもないか、いっぱいお花あるじゃん。おぉ、かわいい。すごいすごい、これチューリップ？シュッシュッ、お花だ。おぉ、なになに、お花持ったけど、お花ゲットした。なに、これを、おおお、え、長押しすればどうなのこれ。はあ、ん、あ、え、すごい、長押しすれば土掘れたりするってことか。おお、で、この下にあるのが、何これは、取れない。わあ、すごーい。なんかさ、ヒカキンさんとかがこう木をね、やってる、木を切ってるのとかもあったんでね。え、もしかしたらこれ素手でもいけたりする？ちょっと見えないな、これだと。キキキキ、あーあー、動物だ。おお、あれ羊さんかな。じゃあ木、あ、
一応木も触れる、触れる選択できんだね。え、マジで花持ちながら木カットできたよ今。え、すごい、素手で木も切れるんだ、やば。まずね、今日の目標はいろいろね、冒険してみるのが目標で、何していいかわかんないからさ、まあ動物もいたし、動物にも触れ合っていこうかなと思います。んー、木の切れる、まあ、次こっち茶色い木だね。ありゃー、すーごいねこれ。おー、本当に自由自在だ、マイクラ。羊がいる。え、これもしかしてさ、羊触っちゃったらなんかこう殴るみたいになっちゃうわけ。羊さん、おいで、おいで、おいで、羊さんどこ行くの、おいで、ほらなっちゃんだよ。ピピ、お、分かった、やばい、怒らせちゃった、ごめんね、怒らせるつもりなかったんだよ。あ、ぶーちゃん、ブーちゃんもいるな。ちょっと可愛くないね。ブーブー。あ、花植えた。ブーブー。ブーちゃん、遊ぼうよ。ブーブー。にゃーん、ちょっとめんこぶない。かわい、かわいくないね。ちょこっとね。あ、でも、ブタさん、ちゃんと尻尾もあって。すごいね、四角い。形なのにちゃんとね、豚ってわかるんだもんね。あら、お花畑に羊と豚さん、すごいね、ここの世界は。お花、お花きれい、よかった、なんかお花畑に来れたみたいだね私。あ、次なんか新種の動物発見。君は何だい。え、ゴリラ、ゴリラっぽい、ゴリラっぽい、四角いゴリラ、ゴリラさん、おーおーおお、頭突っ込んで何してんの。お、餌食ってんのかな。あ、食べてる、草食べてるんだ、こんにちは、遊ぼうよ、遊ぼうよ。あー、怒らしちった、ごめんね、悪にないんだ。持ってるアイテムを置くことができるってことなのかな、これ。これじゃあ、素手にすればいいのか。おうおうおお、下がると、川。川は死なないの、これ。大丈夫かな？ちょっと、ゆっくり降りてみよう。あ、あ、ん？ん？ん？ほうほう、おうおう、来れるかと思った。あ、一応、すごい。水の中も歩けるね、すごい、何でも本当に自由だこれ。おお、なんかね、いたんで動物。あら、こんにちは、牛さん。おお、あ、遊ぼうよ、足が長いね君は。すごい、牛もいる。どんな動物いるんだろう、他に。ちょっと、おっと、え、ここは何、鉄鉱石、この灰色は怪しいぞ。もしかしたらさ、掘ってたら何か出てくるのかな、アイテムとか。え、ありえるね。おお、奥まで行けそう、これ取ったら。あー、で、この画面上の白い丸い円はどのくらいで掘れる、掘れるっていうか、どのくらいでこう掘り終わるかっていうのが表示されてるわけだね。お、すごい、わかりやすいね。で、石だからちょっと硬いんだな。なんか掘ってたらアイテムとか出てこないのかな、これ。
何も出てこないね。ちょっとさっきのお花畑のとこ行きたいんだけど、どうやって行けばいいか忘れちゃって、道を忘れて、あ、戻ってきたかな。あ、空、あ、雲はこんな感じで、はあ、もうこれは太陽、夕日があるってことは夜になるってこと。マジか。え、夜って大丈夫なのか。なんか明かりとか全然持ってないけど、大丈夫。え、どんどん暗くなってくけど、え、見えない、え、ここはどこ？暗くて見えないよ。え、暗い。え、どこ？え、暗くて見えない。なんで？向きをちょっとちゃんと変えて歩いてみよう。どっか道ができてるかも。え、真っ暗。え、本当に何も見えないんだけど。壁が全部土だからか。え、なんかいつの間にか HP 減ってるっていうこと？え、なにこれ、矢？え？嘘。え？え、死んじゃった。 You died。 え？何もしてないのに死んだ、どういうこと？どういうこと？待って、メニューじゃないと思うんだ。レスポンス。え、なんか真っ暗だよ。見えないよ。私何も見えない。あ、パソコンだとちょっと暗いけど、携帯だとまあちょっと明るく見えるね。え、あ、なんかいる、豚さん。うわ、なんか赤く光ってんのがね、いるから近づくね。あ、人が来た。え、怖い、ゾンビ。え、何この人、なんかこっち見て近づいてくるんだけど。うわ、え、何この人。おー、消えた。めっちゃパンチしたら消えたんだけど、どういうこと。え、ゾンビだった今の。そういえばさ、動物見かけるけど全然人いないんだけど、なんで。え、 HP もあとハートが2個しかない。あ、なんかね、今目の前でさ、矢を持った人がいたんだけど、え、襲われてる私。え、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。キー、ハートがあと半分、1/2のハートしかないよ。え、何、いきなりさ夜になってから襲われるんだけど、うち。あ、また人がいる。わー、水に落ちちゃった。上がりたい。あー、死んだー。なんかさ、何もしてないのに死んじゃう、どういうこと。どうすればいいの。で、またなんかキョンシーみたいなのが来たけど。あ、星は綺麗だな。星は綺麗なんだけど、私はなんかわかんないけど襲われるっていうね。うわ、
なんかして下にギロギロ目が光ってるのが歩いてる。そして下から弓矢を撃たれてる私。え？もしかして誰も人間っていない感じ？これね、下手に動くとモンスター？ゾンビ？ゾンビ？動物？いっぱい襲ってくるっていうことが分かったから、とりあえず今いる場所から動かないことに決めた。その間暇だから掘ってるわ、何かを。今木切ってる。これちょっと材料集めをしようね。これ意味あんのかな、材料集めしてる意味あんのかな。あ、葉っぱ手に入れた。自分がね、今どこにいるのかすら分かってないから、ね、今いるのはちょっと上から下を見下ろしてる感じ。わー、なんか白い人歩いてるよ。今まで見たのはゾンビと弓持ってる人と真っ黒い目がギラッと光ってる変なやつ。昼にいなかったんだけど、なんで？なんか昼間はさ、豚とか牛とか羊とか、あー可愛いみたいな動物がいっぱいいたのに、夜になったら変なのも出てきてるって。なんで？私何にも悪いことしてないのに。あー今日は満月ってそんなこと言ってる余裕はない。動きたくない。まあ、その間材料を集めて、ちょっとね、自分は今多分木の上にいるのかな。死ぬことだけは免れたい。とりあえず今は、なんか登ってきた、なんか登ってきた、動物登ってきた。今は死なないことを第一目標。あ、明るくなってきた。火が燃えてる。火が燃えてる、どういうこと？火が燃えてる。あ、火事火事が起きてる。ゾンビが火事になってる。怖い。なに。お、消えた。見た？今炎がさ、朝になった？ゾンビが燃えてたの。なんで？怖い、ここ。あ、すごい弓がいっぱい、矢も落ちてる。拾っとこ。ちょっとね、自分がもしね、戦士になった時にさ、弓で戦える人になりたいから、とりあえず持っとこう。何ここ、おかしい。わあ、誰もいない。さっきいたゾンビとかさ、いないよ。よかった、全然いないじゃん。あ、キーもらおう。カチ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 。お、いいねいいね、木をゲッチュ。これってマイクラって確かなんかいろいろ作れるんだよね。もしかしたら今持ってるので何か作れるかもしれないってことだよね。なんとかログ作りたいです。おっと、押してもダメか。あ、持ってる、木を持ってる。お、スプルースプランクズ、プランクス、どっち？作れるの？お、クラフティングテーブル。
お、なんか新しいのできたんじゃないの？これか、クラフティングテーブル。クラフトティングってことはない。クラフトって、あー、ちょっと意味わかんない。すごい、なんか作れた。とりあえず木を切ろう。木とかを集めることで何か作れ、ちょっと攻撃食らってる。私作れるってことで、また夜来るのか。ちょっと怖いな。とりあえず私は木こりになろう。いっぱい落ちてる。土がいっぱい落ちてる。木こりになって材料を集める。それがね、自分の昼間の仕事だと思っている。木こり。むーちゃん来ないで。むーちゃん来ないで。これ置けるのか。あ、ん？置かさった。え、これなんだろう。クラフトってことはなんか作る系だよね。テーブル？作るテーブル？作るテーブル？よくわかんないこれ。お？今タップしたらなんか出てきた。ボール。え、ボール作れんの？お、え、ボール、え、これつく、あ、ボール1個できた。すごい。お、スティック。お、え、お、スティック、棒作れた。おうおうおう、あ、今だったら斧も作れんのこれ。うってん、うっどん、アクセ、読めない。え、作れた？もしかして。お、お、いい感じじゃない？お、あ、ん？これが今の持ち物ってことか。なんか白い、何これ？あ、骨！え、誰の骨？骨と、アロー。指とフェザー、ピザ、ボール、チーズ、何これ、木なのかな、葉っぱかな、スティック。あ、すごい、ボールも作れて斧もいつの間にかできてた。じゃあ、え、じゃあこれ斧持ったらさ、結構木こりのプロになれるってことだよね。めっちゃ木切れちゃいます。お、超早い。お、お、すごい。もうプロもびっくり。切るのが早い木こり。おお、すごい、楽しい。木を切るのが楽しくなった。あっという間に。すごいじゃん。すごいじゃん、おの。もう21個も作ってるよ、木を。切ってる。あ、これ土か、全部。おー。すごい、すごい。おの、すごい。ね。え、この、この机すごい。これでなんか作れないですか？あ、今はないけど木の実も手に入れてたらスープができるってこと。わーお、すごいね。あ、ん、木の柵もできるんだ。これを置けば木の柵できた。あ、できた、木の柵。まずこの木を押して、かけるようにすると、
作れるアイテムが出てくるってことかな。英語が読めないから。お、え、あー違う木なんだこれは。なんかこれ、これあれみたいな。いや、トラップドア、トラップドア、トラップドアってなんだ。え、こっちがウッデュンドア。お、すごい、キーあれば何でも作れるね。え、ドンミュー、読めない。え、なんかめっちゃめっちゃ作れてる自分。え、お、よくわかんないけどいつの間にかたくさん作れてる。斧でしょ、ボールでしょ、ドアでしょ、柵でしょ、トラップドアでしょ。これよくわかんない。サプルス、スタ、デアーツ、読めねえ。お、いい感じだね。結構いつの間にかねできているよ。あ、で斧以外でもスティックを押せば剣とかあるじゃん。え、私剣欲しい。ソード、よし。え、これでもう夜とか悪いやつ来たらこのソードで倒せばいいってことだよね。もう夜だし。わあ、なんかねギラギラ光ってんのもいるね。で、さっき気づいたんだけどさ、ね、なんか死んだらさ、これ多分アイテムもなくなると思うんだよね。さっき下の欄にさ、死んでからね何もなくなってたんだよね。ってことは死んじゃダメってことだから、この私のかっこいい剣を使ってやつが来たら叩きのめそうと、その間に剣を使って土を掘る。で、剣もなんか土も何かに使えるはずだから。うわ、いた、ゾンビ、遠くに見える。いや、私はダメだ、近くに寄っちゃいけない。うわ、いる、いる、なんで、雲だ、雲、あー死んだ、よかった、雲に殺されるとこだったよ。自分の身は自分で守るからね、もう剣も作ったし負ける気がしないわ。すごい、てか使ってるアイテムのなんつうのスキルとかって上がるっぽいね。ソードの下の緑のやつってきっとスキルだよね。あー、いた、近くにいる、近くに来た。うわー、来た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 、逃げる逃げる逃げる、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。え、なんでなんでなんで追っかけてくる、なんで追っかけてくる、来ないで来ないで。あー、3回も死んじゃったよ今日は。でもとりあえず今日は木を切れたり土を掘ったり、あとはその集めた材料で道具が作れるっていうのが分かったから、もうちょっと次回は勉強して
第2回のマイクラをやっていきたいと思います。今度は絶対死なないように夜を明かすってことで、以上 This Project 田中夏希がマイクラポケットエディション第1回目お伝えしました。お疲れ様です。また見てね。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございます。面白かった方はチャンネル登録、いいねボタンを、スマホの方は下のチャンネル登録ボタンをタップして登録よろしくお願いします。それではバイビー。